はいどうも、コナログアウトドアです、今回はですね、こちらのマウンテンバイクサーリーブリッジクラブで和歌山紀南地方の林道を走りに行きたいと思います。ただいまの時間がですね、まだ早朝の5時前なんですけど、サクッとね、山の方を走りに行って、午後はまた用事があるんで、それぐらいには帰りたいと思います。なかなか時間がないんですけど、この時期は日が長いんで、うまく時間を使って遊びたいと思います。ただいま時間は午前6時半、かなり山奥まで入ってきました。この辺から目的の林道まではこんな感じの車1台分ギリギリぐらいの林道をずっと走っていきます。こんな狭い道なんですけど、時々ね、対向車も走ってくるんで、ゆっくり走っていきたいと思います。やっぱりこの山奥まで入ってくるとかなり涼しいですね。今日はマウンテンバイクで体を動かすので、この涼しさはありがたいですね。暑かったらね、川に飛び込もうと思ってたんですけど、この気温ではちょっと無理でしょうね。今年に入ってからこのサーリーのブリッジクラブでちょこちょこポタリングなどを出かけてたんですけど、この自転車買ってからがっつり山走るのは初めてなんで、かなり楽しみですね。林道周辺まで到着しました。こんな感じでね、ずっと細い道、川沿いですね、走ってきたんですけど、川の水もね、めちゃくちゃ綺麗ですね。この辺の山の気温なんですけど、先ほども話したように20度前後で全然暑くないですし、梅雨の時期なんですけどね、思ったよりカラッとしてますね。かなり過ごしやすいですわ。こちらの方にマウンテンバイク積んでるんで、車止めて準備していきたいと思います。ジムニーの積載はこんな感じです。前に乗ってたサーリーのローサイドっていうマウンテンバイクの方がちょっとね、ハンドルが高かったので積みにくかったですね。これは割とね、ちょっと天井にも余裕があるので、前輪を外せばこういう感じで余裕を持って積むことができます。まあ自転車のセッティングもね、このフロントタイヤを取り付けるだけでいけるので、そこまで手間はかからないですね。今日は泊まりじゃないので、キャンプ道具積んできてないので、結構積載にも余裕がありますね。こんな感じでジムニーみたいな小さい車に自転車を積載して遊ぶっていうのもなかなか面白いですね。今日はね、結構荷物が少なかったんで、何か忘れてるんちゃうかな思ってたんですけど、靴持ってくるの忘れてて、家出てすぐ気づいたんでね、慌てて戻りましたけど、他にもなんか忘れてないかなと若干不安は残るんですけども、フロントタイヤの取り付けもクイックリリースなんで、工具もいらないですし簡単ですね。あとはサドルを取り付けて OK です。よいしょ。最近はね、近場で遊んでたんで、久しぶりにこんな山奥まで来たんでテンション上がりますわ。今時間がですね、7時15分ですね。まあ1時間ほどちょっとこの林道をずっと奥まで走っていきたいと思います。こちらの林道はですね、こんな感じのフラットダートがずっと続いてるはずです。というのもね、結構ここの林道を最後に来たのはもう2、3年前になるんで、ちょっと今どうなってるかはわからないですね。
林道脇ずっとこういう渓流が流れてたんで、まああんまりアップダウンもない林道で渓流沿いということでね、結構走りやすいんじゃないかなと思って今回ここに来ました。あんまりね登りがきついとね結構しんどいので、まあこういう感じのフラットダートで勾配も緩やかだとね、こちらのマウンテンバイクでもまあのんびり走れるかなと思います。ちょっと GoPro だとはっきり分かりにくいんですけども、水もねめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっとサングラスいらんな、こんな感じですわ。いやーやっぱ気持ちいいですね。そしてこちらのねブリッジクラブなんですけど、先ほどもお話ししたようにこのマウンテンバイクでね、あの本格的なトレイル走るのは初めてなんで非常に楽しみです。もう自転車買ってから1年以上経つんですけど、まあほとんどね市街地ポタリングぐらいしか走ってなかったんで、まあその間にねちょこちょことハンドル変えたりして自分の走りやすいであろうポジションに調節してます。いやー楽しい。へい、前に乗ってたサーリーのローサイドっていうマウンテンバイクはシングルスピードだったので、結構ねこういうちょっとしたアップダウンがあっても結構ね押しが入ることが多かったですね。それに比べるとこのブリッジクラブは変速付きなので、少々ね上りあってもギアを落とせばね自走できるので、乗ってる時間が長いんで楽しいですね。おお、ここもねこの沢がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。これね多分この川もね結構アマゴとかいてると思いますわ。こちらのブリッジクラブは完成車で購入してるんですけど、ほぼそのままの状態で乗ってます。唯一気になったのがちょっとハンドルの遠さだったので、こちらシムワークスと日東のファン3バーというハンドルバーに交換してます。まあすごくねこの見た目もかっこいいですし、このポジションもね上に上がりつつ手前にベントしてるんで、まあ体が起きるポジションなんで結構ね腰は楽ですね。これぐらいのトレイルだとねこのハンドルでも乗りやすいですね。よいしょ。いや本当にねこういう本格的な山入るの久しぶりなんで、すごくね気持ちいいですし、めちゃくちゃ楽しいですね。そしてねまだ時間がね7時半というね、この林道を昔セローに乗ってる時に何回か訪れたんですけど、当時の面影もあって懐かしいですね。またそのうちオフ車も乗ってみたいですけどね、もうセローも廃盤になりましたね。おお綺麗、なかなか高いですねこれ。ちょっとね日が出て暑くなってきました。よし、まだまだ気温上がりそうですね今日は。あーこの広場ちょうど飯食うのにいいかもしれへんな。まあもうちょっとね時間が早いんで先に進んでみます。よし、林道奥まで入ってきてるんですけど、まあねアップダウンもちょうどええ感じで、近所のね里山みたいにもう心臓破りの急坂はないんで、ずっともう降りずに乗って走れてますね。ちょうどいいですわ。時々ねちょっとしたがれた道もあるんですけど、
こちらのマウンテンバイクは前後リジットなんでサスペンションついてないんですけど、タイヤのボリュームが結構あるんで乗り心地もね、なかなか柔らかい感じでいいですわ。バイクツーリングも好きなんですけど、こうやってね自転車で走るとスピード感が違うんで見える景色も違ってきますね。より自然を満喫できるんで、マウンテンバイクはマウンテンバイクで面白いですね。ちょっとね沢に降りれるとこあったら降りて顔を洗いたいですね。結構暑くなってきました。おお、結構がれた登り、なかなかきついけどいけるいける。よし、ふい、よいしょ。あーしんど、あーすげえ高いですねここ。さすがにこれは降りれんな。あーちょっと休憩、ちょっとね休憩するときなんかにね、さっとマウンテンバイクを立てるときにこういう感じのねフレームパッドあったらマウンテンバイクを立てかけられるので結構便利ですね。こちらはねブルーラグさんの方で購入しました。えらいまた暗いところに入ってきました。空はね青空見えてるんですけど、やっぱりこういうね森の中は木がすごい生い茂ってるんでね、山の陰になる側は昼間でも結構暗いですね。おかげで今ねかなり自転車走ってるんですけど結構涼しいですね。まあでももうこの遊びもちょっとね梅雨明けると厳しいですからね。あやっぱこんな感じでね日が当たるとかなり暑いです。よいしょ、よいしょ、ちょっと休憩や。しんどいマジで。ただねちょっと休憩してると結構虫が集まってきますね。ウェアの方は一応ねこんな感じでアンダーシャツ長袖とでサポートタイツ履いて、あと乗車時はこちらのグローブも装着してます。やっぱ山の中だとね肌を出してると知らん間に虫に刺されてたりするんで、極力ね肌の露出は控えた方がいいですね。私もねこの間の池の方に釣りに行った時に家帰ってジーパンを見るとマダニちゃんがくっついてました。危なかったですね。ちょっとねそろそろ朝飯にしようかなと思うんですけど、この上りの先が気になる。あー無理無理無理、あーしんどい。ちょっとこの貧脚ではねサポートタイツ履いてもちょっとこれぐらいの勾配は登りきれませんね。あーよいしょ、しんどい。ちょいちょい休憩しながら走ってるんですけどね、今スマホのマップで確認したところ目的地ちょっと過ぎて地図にない道の方にも入ってきてるので、まあ、そろそろね折り返して朝飯でも食おうかなと思います。めちゃくちゃね青空が広がってね、もう梅雨が明けそうな雰囲気ですね。ちょっとねこの明るい道路脇で朝飯ですね、まだ8時半なんで朝飯にしようと思います。めちゃくちゃでかい槍がおる。これでかいな、2センチはあるなこれ。うわ、今日のちょっとトレイルライドは昨日ギリギリまで天気様子見てで夕方から用意したんで荷物もね今日は適当ですわ。朝飯はねこちらのチキンラーメンぶっ込み飯ということでね、まあこの朝食べるには優しいねお茶漬けみたいなもんですね。まあ飯がねこれだけなんでもう最低限湯沸かしの道具だけ持ってきました。水は体動かすのでこちらのナルゲンの 1.5 リットルのボトルに入れてきてます。でプラスで500
クリーンカンティーンのボトルに入れてます。そろそろねお湯が沸いてきましたんで、よし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 、湯を注いでいきたいと思います。ちょっとね火を使ってるとさすがに熱いですね。ヘイシリ、タイマー5分セット。県外なんでシリは利用できませんということですこんな感じでなんかチキンラーメンのおかゆみたいな感じですね。よし、ちょっと暑すぎますねこれ。もっとね涼しいものを選んだらよかったですねこれ。ちょっと失敗やな。今回ブリッジクラブで初めてトレイル走ってみたんですけど、ポジションもね結構いい感じに位置も合ってますし、まああのギアもあるので多少の上り坂もね自走していくことができました。で今回もねハードなシングルトラックではないんですけど、こういう林道をのんびりとポタリングするのも気持ちいいですね。まあ、自分のね体力とか遊び方には合ってると思います。ちょっとねここの沢降りれそうなんで一回降りてみましょうかね。いやめちゃくちゃね水が綺麗ですね。ちょっと泳げるもんなら泳ぎたいんですけど、あー冷たい、気持ちいい、うわいや夏ですねもう。いや気持ちいいですね。ういよいしょ、それいい。このねもう山の匂いがめちゃくちゃ気持ちいいですよ。あ最高やな。ここの林道はほんまにアップダウンも少ないので、結構ねシャワークライミングなんかやっても面白いと思うんですよね。何年か前からねシャワークライミングやりたいなとは思ってるんですけど、なかなか機会がなくて、いつかやってみたいですね。はい、林道入り口まで戻ってきました。全行程で2時間行かないぐらいの時間だったんですけど、結構ね静かな山の中で走りやすい道だったんで、すごいリフレッシュできましたね。いやーで、こちらのブリッジクラブで初のトレイルライドということでね楽しむことができました。これからねちょっと気温が上がって暑くなってくるので、ちょっとトレイルライドはなかなか機会がないかなと思うんですけども、またね涼しくなったらこいつでいろんな林道山走ってみたいと思います。はい、こんな感じでね自転車の積み込みも完了しましたんで、ぼちぼち帰りたいと思います。まだね時間が10時前なんで、まあ十分昼前までには帰れそうですね。まだねちょっと時間があるんで、帰り温泉でも入ってさっぱりして帰りますわ。今回はマウンテンバイクでのトレイルライドということでした。普段はジムニーで遊んだりクロスカブでツーリングに出かけたりしながら、使ってるギアとかを紹介してます。道具紹介の方はコナログアウトドアブログの方でもやってますので、よろしければまたそちらの方もチェックしてみてください。またコメントの方もお気軽にお寄せください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。コナログアウトドアでした。さよなら。